シン・ウォン・ホーは、韓国出身の俳優、アイドル。アイドルユニットクロス・ジンのメンバー。アミューズ所属。歌手名は、シン。2011年韓国の、ビーン・ポール CM で、芸能界デビュー。CF モデルで、デビュー以来、多くの広告メディアで活躍し、2011年、アジアモデル賞受賞式で、CF モデル賞を受賞。練習生生活を四から五年ほど経て、 2012年に中間の3カ国のメンバーで形成された6人組、男性グループ、クロス・ジンとして歌手デビュー。翌2013年、クロス・ジンは日本デビューを果たし、日本でも精力的に活動を始める。クロス・ジンは寺田拓也がリーダーだったが、後に新音法にチェンジした。家族は父、母、祖母。趣味は、 ゲームと漫画、囲碁番組の主張。小学校の頃、ご両親の勧めで囲碁を習った。囲碁番組を見たり、大会に出たりして、プロ騎士を夢見たことも。もともと歌手を目指して始めたわけではないが、ピアノやクラリネットを学び、子供時代から音楽に親しんでいた。人生に影響を与えた愛読書に、ナルトを挙げ、特技と聞かれるといつも日本語と答えている。 日本語検定2級を持っており、日本語が堪能。新聞穂が子供の頃から日本のアニメ、漫画、そして特撮ヒーローものが大好きだった。戦隊もののすべてのポーズは愚か、主題歌も全部暗記しているほど日本の戦隊オタクだとか、日本に行ったら日曜日の朝7時はヒーロータイムを楽しむとのこと。海外でも広く展開する日本の 大手エンターテイメント会社、アミューズに所属。歴代仮面ライダーたちの所属事務所はアミューズが最も多く、新聞簿がこの会社を選んだのもこういった背景があったからと言われている。語学の勉強法のアドバイスとして、語学には終わりがない。だから楽しく学ぶこと。勉強だと思うと嫌になるから遊びだと思うのが一番、と語っている。 メンバー愛が強く、クロスジーンは家族のような存在です。近くにいなければ本当に寂しい。個人スケジュールがあるときはメンバーたちにまめに連絡します。メンバーたちと長く一緒に活動したい。18年以上くらいと語っている。ありがとうございます。